西野学園公式チャンネルを、ご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。西野学園入試事務局の藤本です。今日は、撮影技の作業療法士科を舞台に、オンライン座談会をやってみたいと思います。で、ぜひですね、作業療法士を目指している方、進路、悩まれている高校生ですとか、社会人の方に向けて少しでもためになるお話ができたらと思いますので、ぜひ皆さん、楽しんでいってください。よろしくお願いします。お願いします。はい。そしたらまず、すごく簡単でいいので、自己紹介からいきましょう。そしたらじゃあ1年生のルナお願いします。はい。作業療法士科1年の三浦ルナです。よろしくお願いします。お願いします。出身地は出身地はどちらですか？滝川市です。滝川ですね。はい、ありがとうございます。では次、2年生のさや。はい。作業療法士科2年の本間さやです。出身地は釧路市です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、今日ですね、卒業生の方にも出演していただいてますので、ミリ、お願いします。はい、4期生で卒業しました。今は札幌の脳神経外科病院に勤めております。ミリです。お願いします。はい、よろしくお願いします。出身は？出身は深川市です。深川なんですね。ありがとうございます。ではもう一方いらっしゃいますので、どうぞ。作業療法士科の教員をしてます、星と言います。出身地は由仁町です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。星先生はミリの担任だったんですよね。はい、そうです。もう1年生から3年間、3年間担任でした。そうだったんですね。じゃあそこもね、はい、いろいろと懐かしい思い出やらあると思いますので、ぜひいいお話を、ぜひいいお話だけお願いしますね。はい、ありがとうございます。ミリはなんで作業療法士を目指したんですか？なんかもともとは高校の時に進路決めるってなった時にあんまり夢とか決まってなかったんですけど、私の祖母が入院してた時にリハビリで良くなった姿を思い出して、そこから医療職に興味を持っていろんな学校を調べるようになったことがきっかけです。そうなんですね。全然じゃあその高校時代、なりたい仕事とかなりたい、目指したい進路なかったって言ってたけど、本当に全くどうしようかなって感じだったんだ。そうですね。でもその高校1年生の時にの最後ぐらいから学校のオープンキャンパスにちょっとずつ行き始めていて、そこからだん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 、あ、この職業になりたいなって絞ってきた感じです。そうだよね。ミリの、ね、時はまだコロナがなかったからね。はい、ね、オープンキャンパスもね行けたよね。たくさん行きました。そうだよね。何校ぐらい行ったの？そうですね、専門学校も大学も行ったので 4つくらいは行ったような気がします。結構行ったね。はい、わかりました。さやは、はい、なぜ作業療法士を目指したんですか？はい、私はその中学生ぐらいの頃からずっと漠然と医療職に就きたいなっていうのはずっと思ってて、最初は看護師を目指してたんですけど、でも高校に上がってちゃんと進路を考えた時に自分の性格上
看護師は向いてないなっていうことにやっと気づいて、でも医療職がいいなっていうことでいろいろ調べてたら、リハビリの作業療法士っていうのを見つけて、なんて素晴らしい職業なんだって目惚れして、はい、そこからはもうずっとパオティになりたいって思ってました。なんでどこら辺が看護師向いてないなと思った？いや、そうですね、やっぱりその夜の病棟とか絶対怖いからでも多分厳しいし、あとその、うん、採血とかするのも多分人にやるっていうと自分がビビっちゃうんだろうなっていうのもあって、なんかちょっと向いてないなっていうふうに思いました。うん、OT を知ったのはいつ頃だったの？ OT を知ったのは高校1年生のそれこそ終わりぐらいだったと思います。なるほどね。で、そっか、多分サヤの代からもうコロナが本格的に多分流行り始めた年かな。そうですね、高校2年生の終わりとかでコロナが。そうだよね、はい、だ正直多分サヤ含めて、ね、高校の友達とかもあんまり、ね、ミリみたいにオープンキャンパスたくさん行けたり、うん、ね、情報収集しづらかったんじゃない？そうですね、なんかオープンキャンパスが中止になったみたいなの結構ありました。そうだよね、わかりました、ありがとうございます。ルナ、はい、同じ質問、なぜ作業療法士を目指したんですか？両親が看護師で、そのちっちゃい時から医療系に興味あったんですけど、なんかでも何につきたいかとかは特に決まってなくて、で母に作業療法士っていう仕事があってルナに向いてるんじゃないかなって言われて調べてみて、気になるなと思ってオープンキャンパスに2個行って、で話とか聞いて、なりたいなって思って目指してます。目指してるんですねいいですね、いいですね、現在進行形でわかりました。なんでさ、お母さんは作業療法士をおすすめしたというか紹介したんだろうね。なんでですかねいろいろあるでしょ医療職って。そこは全然わからないんだ。他にも紹介されてた？いや、医療系で言われたのは作業療法士くらいでした。へー、そうなんだ。